なんか最近コメント欄でいろいろ言われてますね。そうですね、まあ結構目障りですね。目障りエッケーの YouTuber さんじゃないですか。で、私はまあまあなんかオールジャンルみたいな。そうですね、竹内さん何でも。そうですね、僕はたまにメイク企画やるんですけど、 その度にコメント出てくるんですよね。そうですね、僕もちょっと、まあ、女装とか最近ちょいちょいするようになったんですけど、はいはい、まあ、どうやらなんか竹焼翔ってやつが竹焼翔ってやつがですね、コメント欄によくなんかこう書かれるんですよ。竹焼さんの方が可愛いんじゃないのみたいな。逆にこっちもよき気ってやつがなんかよく現れるというか、よき気の方が可愛いんじゃねえかみたいな。いっそのことをバトルし合おうと。そうですね、そういうことですよ。喧嘩慣れしてないんですよ。喧嘩慣れしてないやつは。喧嘩慣れしてないですね。今日は竹脇さんにちょっとメイクをね、はい、して、ちょっと女の子っぽくなるんですけど、まあさらにちょっとまあ自分っぽい感じで女の子にね近づけて、二人とも女装したいと思います。さっき服買いに行った時もねえ、もういやもう周りのもう視線が痛い。視聴者さんみたいな人にもう YouTuber じゃないみたいな感じでなんか、そうでもこれまた言われんねんってコメント、うわ壁やもうハマっとるやんみたいな。あまりにも言われるから、もう今回じゃあもう下風呂つけようじゃないかということで、ベックの土俵でメイクしてもらって二人とも着替えたいと思います。思います。それではやっていきましょう。いきましょう。はい、どんな感じなんですか。まあちょっとねメイクのやり方をこうやるっていうよりはもうちょっとねパパパッとパパパッとやっていきましょう。メイクやっていきます。はい、あもう自分で、あーいけた。おお、両方いきましょう。うん、コメディ系の YouTuber とはコラボするんですけど、こういうなんかメイク系というかジャンル系、ジャンルちゃんと見て、新ジャンル、失礼します。なんでなんだろう、こうメイク人にしてるとなんかちょっとなんかおねえになるんですよね、気持ちが。いやなんか、いやほんとそんなことないんですよ。なんか普通に女の子好きなんですけど、メイクしてる時だけなんか相手がちょっとこう可愛くしたい気持ちが出るからか、なんかここカットで真っ白。なんか近づいていってる。光って光飛んでるからなおさらやばいですね。白っ、え、こんな白い。ああ、それちょっと繰り返してください。あなた完全に気持ち悪い、怖いけどな。ほんまに。普段の僕とあんま変わらないですよ、これ。普段気持ち悪いってことな。気持ち悪いよ。こっちが、二重を広げた方ですね。もともとちょっと二重だったんですけど、ちょっとだけ気持ち広げてみました。メイク今まで一番しやすいかもしれないです。すごっ、え、すごいね。その反応してくれるとちょっと普通に嬉しいです。はい、というわけで完成しました。同じジャンルにしたいなと思い、両方セーラー服って言ったらいいかな。そうですね、一応セーラー服、まあちょっと色違うんですけど合わせました。合わせました。じゃあモザイクを取っていきましょう。せーの。どういう感じですか。わかんない。ただ一つ思ったのは、何やってんねやろって。うん。間違いです。ちょっとこう二人でさ、こうやって。部屋でちょっと微調整だな。似合ってるかなとか言って。どうすか。あ、近かったの。でも竹脇さん可愛いと思うんだけどな。ちょっと今回悔しいけど、ちょっと竹脇さん可愛くしすぎたな。メイクの力は。誰のおかげかって言ったら、まあ、いやいやいや、なんか下からのこうやっていきます。あー、そうっすね。それも一応撮って、一人一人撮っていきましょう。そうですね。わー、何やってんのだから。ほんまにあかんで。ほんまに。ほんまになんで初対面にチンチン見せなあかんねん。いいチンチン見えました。いいチンチンって何やねん。いや、どうですか、コメント欄ではまあ結構言われてましたけども。まあでも実際やっぱやってみて分かったのは、やっぱ実物もうちもやっぱ私の方が可愛いんじゃないみたいな。
何言ってんのあんた。いやいやいくら、どう見てもこっちの私の方が可愛いじゃないの。いあんたバカじゃないの。いくら竹脇さんでもほんまにどついてるわ。何が良き気や。竹脇やこっちは。ほんまに何なのあんた。本当にいい加減しなさいよ。私の方が絶対可愛いよ。私の方が可愛いわ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 。おい、じゃあもう決着をつけないか。はい、というわけで渋谷の前で実際にどちらが可愛いかアンケートを取っていきたいと思います。思いますということで、はい、ということで次回ゆきくんのチャンネル飛んでください。はい、僕のチャンネル、バイバイ。どうも。あ、そうね、待ってんのね。イエーイ。おー、久しぶり。久しぶり。お久しぶり。あー、翔くん。